皆さんこんにちは、猫ニラでございます。ですね、以前に東京西部のカードが売ってそうなお店を回ってですね、掘り出し物を探すっていう動画をアップロードさせていただいたんですけども、その時に実は1軒目にですね、行ったブックスセンター伊藤からほど近い場所にハードオフ、ホビーオフがあるんですよ。で、本当はそこが1軒目の予定で、その日が実はなんか改装工事中で1週間ぐらい休み、2週間か休みだったんですよ。で、今日仕事帰りに寄ったところ、今日からですね、今日っつっても2月の8日なんですけど、2月の8日の月曜日からリニューアルオープンされていて、そこにちょっと寄ってきました。で、寄ってダブシがまだ置いてあるといいなみたいな感じでこの店内をうろついていたらですね、急にお声をかけていただいて、で、まあ動画を見てくださってるギルドさんっていうね、ツイッターも実は繋がっていた方だったんですけど、そのギルドさんっていう方と一緒にですね、そのWCCF コーナーをちょっと漁ってきました。で、まだ WCCF のカードも売っていたし、今までこうシングルカードとして売っていたものが、こう、まあ、わかんない、オープニング記念だからなのかもわかんない。